着信が響いた。まるで汽笛のように気づいてたんだよ。指輪を外さなくなったこと。人と眠りにつく頃でしょう。分かりすぎてたらどんなに願っても届かない。そんな時に鳴り響くコールはするよ。嘘なら突き通して変に期待させないでよ。そばにいれないくせに涙濡れないのに、受話器の向こうでそっと何度も大丈夫なんて余計に苛立つだけ。もうそれ以上何も望まないから。ああ嘘だ。